旧字諮問録は明治20年代に東京帝国大学師団会による江戸幕府時代の実情を江戸幕府の役人たちに質疑した記録。1890年から1891年にかけて東京帝国大学の学者グループが政治、経済、法制、外交の各藩にわたり江戸幕府時代の古老たちに尋ねた旧字諮問会の内容をまとめたもの。 江戸幕府消滅から20年ほど経過し、江戸幕府時代の暮らし、文化、風俗、慣習といったものが消滅することを危惧した、東京帝国大学の師団会という学者の有志が集まり、旧児諮問会が発足した。1890年の秋頃より、月1回、その職を旧幕府に報じ、事務に連達せる、疲労を昇平して、 未だ文書に現れざる事実を質問することとなった。内容は多岐にわたり、役向きの務めぶりや監修、風俗以外に、際もある。聞き書きではなく、座談会形式という珍しい例であり、当時最先端だった即記術によって記録された。江戸幕府時代の実際の風俗、監修を、当事者の証言から知る貴重な記録である。アップルテクラブ、書籍、 幕末諸役人の打ち明け話救時諮問録考え。appletechlab.jp 2021年5月28日閲覧。岩波文庫救時諮問録。ありがとうございます。